おはようございます。おはようございます。今日は盆栽Qさんにね、高松盆栽のフェスタ2023、そこの宣伝も兼ねましてね、高松盆栽のいい縁をちょっとご紹介させていただこうという、まあ、そういう感じでやってるんですけども、お願いします。今回両松園さんの綾田さん、綾田です、よろしくお願いします。綾田さん、その盆栽の、ね、生産がまたすごく素晴らしくて、まあ、苗木が主なんですけど、いろんな種類結構されてますよね。いろいろあれます。大体代表的なとこ、どんなんがあります？まあ、大体千寿丸が、まあ、新しい品種。あ、千寿丸、はい、もう昔からあるコトブキとか、夢錦、水晶、はいはいはい、そういったものを作ってます。コトブキ、千寿丸言ったら黒松よりね、ちょっと色が濃くて歯の強いね、感じで、だからちょっと短くてね、短くてね。で、夢錦言ったら錦松の優良品種、優良品種ね。まあ、錦松、普通のちょっとね、弱いとか、そうそう、枝が折りやすいとかね、そういうけど強い、強いやつで、色が濃くて、あ、濃くて、はい、歯も太い、はい、病気に強い、まあそういう特徴を持ってます。強い錦松、夢のある夢錦という夢のあるで、寸章を言ったら、まあ、歯が太いね、うん、あの葉っぱ短い、いっぱい生えてる、ちょっと変わった葉っぱですよね。そうです。実際じゃあちょっと見せてもらっていいですか？はいはいはい、この辺りが夢錦、夢錦、夢錦、まだ苗の状態なので、はい、風割れてはないんですわ。まだ2年生で、これから徐々にここが割れてくると思います。錦松って言ったらもう皮がね、そうそう、すごくこう大きくなるタイプの、やっぱちょっと色濃いですね、うん、色が濃い、濃いですね、まあ特徴ですわ、うんうん、はい、まあ、割れかけやけどまだ割れてないな、ね、うん、どのぐらいからああいうような肌になるんですか？まあ3年ぐらいからちょっと割れてくる感じで、2年目とか。これ2年生ですわ。2年生でも太いですね。うん、なんかでもバシッとしてます。あ、これは割れてる。こういう風にね。うん、あ、下の方。足元いいですね。こういう割れ方してくれる。そう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 。こう小さく小さく切り込んで商品盆栽にも仕立てることができます。これは夢錦。夢錦。夢錦。はい、これが寸章。歯が太いのが、ね、太, いね、太いのが特徴で、結構完成してくると味が出てきますよね。古いのがないんです、苗で販売するんで。これも黒、黒松の系統と、うん、黒松、まあ、歯が太い短いのが特徴かな。これ最近なんか SNS してたら人気な感じが、たまに見ますよね、うん、これが千寿丸、うん、これはコトブキの枝代わりでね、出た品種ですわ。芽吹きがね、そう、芽吹きがすごいいうか、まあ、芽織り線でもモコモコっとなるいうか、うん、本来黒松って芽切りしないとね、芽がなかなか増えないですけど、千寿丸はしなくてももうすごく芽が増える。これがコトブキ、コトブキ、この分の枝代わりがこれになったんですわ。あ、うん、コトブキから千寿丸が、そうそう、これでも全然いいですね、あの長さ的には。そうそうそう、ちょっと短すぎるって人もいるかもしれない、うん、もしかしたらこの辺も全部コトブキやけどね。コトブキ、千寿姫じゃないですか？これ千寿姫ね、千寿姫、千寿姫、歯がもっと丸じゃない、もっと短い、もっと短くて、これはちょっと歯が細い。千寿丸と千寿姫ってどう違う？歯の太さが全然違う。うん、一応細い。細い、優しい感じ。ちょっと黒松ですけど、ちょっと赤松がかかっとるような感じ。ちょっと。じゃあ黒松と赤松とコトブキがもうミックスしたような。そうそうそう。千寿姫。千寿丸のおやきに今ありますわ。ここだけでもたくさんあるんですけどね。ここすごい景色がいいですけど、いろんなところにまだまだある。そうですね。生産工場的なところ、あ、お仕事場、どう？すごい、こんなところ埋まってるじゃないですか。これ太らしてるみたいな。いやいやいや、鉢に取ろうと思って、鉢が割れたりそんなして、あ、とりあえず鉢落ちたもん。これ、あ、そうか、土これ使ってるところですか？そう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 。もうすごい量。というかもう、砂利？砂ですよね。砂。石の粒。うん、加工。加工。加工土を洗ったやつね。これで大丈夫なんですね。うん、悪いと思うないから。
おおすごい。むちゃくちゃ傷んだよ今年。暑さで。みんな酔っす。おまつさんも酔った。これが通称。継いですぐ今年の春継いだやつ。元気なやつはもうのけとついてるんですね。のけとで、こっちはもともとの黒松。そう。これがあれですね。引く継ぎです。引く継ぎ。低い場所に継ぐ引く継ぎ。あ、引く継ぎ。あと、てっぺんに継ぐのが高継ぎ。高継ぎ。こっちが高継ぎ。こっちが高継ぎ、うん。難しいんですよ、本当に。そう簡単についてくれないですし。そうなんですか。もう慣れてないと。継ぎどころってね、名刺に書かれてましたけど。そう。継ぎ木がやっぱり。うん。まあ、継ぎ木で苗の生産がうちの特徴です。特徴。はい。いいですね。通称なかなか売ってるとこ見たことないですけど、ね。あんまりない。こういうとこから全国に。そう。行ってるんですね。はい。じゃあ高松盆栽の里フェスタ。そうには盆栽の里には販売してます。販売しますか。はい。じゃあ欲しい人はそこで。そう。はい。ご本人さんが作ってるもんですからね。何にも間誰もマージンがないですから。そうか。もう生産地価格で。そう。葉っぱがなんか僕もこれ好きですね。尊称の。可愛いですね。なんかね。うん、一般の方は綾田さんなかなかご存じないかもしれないですけど、多分業者さんの中では結構有名な方ですね。だって埼玉とかからもね、そう来ますよね。来ますか、仕入れに、ね、わざわざ香川までね。あ、結構古い。これは普通の黒松。なんか目吹き良くないですか。え、この辺なんか目がすごくいっぱい、うん、ここら辺が大事なんです。あ、結構大きくなってる、うん。そうですね、本当ね、呼びきがですよね、本当に徹底的に枝を作りに行けばすぐ棚できそうですね。できるね、作りやすいですね。これがテレビマンのおやき。あ、おやき、うん、下の枝が子供きや、うん、元はこれが全部あって一枝だけやったよ。はい。その一枝が太ってこない。へぇ、枝の途中から変わってるってことですか。じゃあ一枝だけがね、これがずっとあったんですわ、はい、それも負け、これが強いから負けて、これはことぶき、これな、はあはあ、これ一枝が全然バラみたいな、これがもう強いから大きくなって、はいはい、だんだんもう負けてしもて、はいはい、元の枝が、はい、これが大元や。で一番最初の木ってことですか。そう。だからみんなこの子の子供なんです。さっきの1年生の子供。そう、もう木の子供。お母さん。一番。そうなんですね。いくつの盆栽をこの子から。これから増えとる。この1本から増えとる。最初はまあ芽もそんなよく取れんかったけどね。うん、で下にことぶきついてるじゃないですか。うん、これはついたんですか。そう。元ことぶきついた中から一枝だけ。あ、そっか、うん、枝代わりが出たりとか、うん、あれ、ということは千住丸は綾田さん発祥。そう。あ、すみません、僕勉強不足で。そうです。知らなかったですか。今だから世の中にある千住丸はここスタート。そう、この木スタートです、ね、この木が、もうほんまの親。視聴者さんの中で千住丸知ってる、持ってるって方はでも絶対にここから大元たどればね、みんなのお母さん。そう、大元。大元ですよ。ごめんなさい、僕言わなくて、ちょっと地元の人間がバカなこと言っちゃいましたけど、あらあら。すげえ。これちょっとすごいですね、なんかね。突然変の木ができるのは分かりますけど、突然変の枝ができるっていうのはね、かなり珍しい現象ですよね。全然違いますもんね。なんでだろう。あの辺が普通のことぶきね。ああ、この辺の大きいやつだね。もう元々綾田さん家の。そう、あ、いいですか。ああ、今年あげたところなんですね。そう、今年あげたところ、うんうん、でもこのサイズの見たことないですよね。なかなかないですよ。あれは不入りの、あれは黄金黒松。ああ、はいはい。こちらは里には持ってくるんですか。いや、それこれはまだちょっと恥ずかしく持ってけん。もうちょっと元気になってから。歯も色も悪いし、掃除もできとらんし、まあ、うちはまあ苗とか小さいものを主体に
販売しようと思ってますわ、うんうんうん、はい。これもでも欲しい人はね、うん、あんまないでしょうから ね、あここまで来れる方はチャンスですね。チャンスです。業者さんが来るそうです。業者さん一人来たら全部なしになっちゃう可能性ありますからね。ありますね。こっちは大きいのありますね。まあ、大きいから小さいからいろいろ。石か。八つ草の黒松や。八つ草の黒松。八つ草っていうのはね、芽吹きが多い石につきますよね、八つ草って。植え替えが大変ですね。植え替え時期が一番忙しいですね。どうしても大きいのが後回しになりがちですよね。偉いから。ね、綾田さん家に来られる際は2月3月4月はあまり行っちゃダメかもしれないです。忙しい春あ春 2月ぐらいからな。2月3月4月、あ2、3、4、ね、夏ぐらいがひょっとしたら、そう夏はそらにね、あんまりなかなかでき水やりが忙しいけど、ね、狙い目です ね個人的にお邪魔する場合は夏とか、ね、でも一本連絡してって感じですね。そうですね、はい、詳しくは盆栽の里で、盆栽の里で確認してください。そういうことはい。これ千里引きまた違う、また違う。え、これ何ですか。赤松や、これは赤松のことぶき賞みたいな、なんかちょっと歯が短い品種。何それ。なんか私もわからん。なんで赤松なんですか。これはなんでここにあるんですか。で出た。違う、これどっからこうできた。あ、こうできた。うん。へぇ、ちょっと変わってる。全然姫とも違う、これは。超破傷のいい御用松みたいな。あ、増やしてね。これは増やさない。これはあんま増やしない。増やしましょう。これはあの、目が困んねん。あー。縁が飛んでな。綺麗に作ったら綺麗になるんかもわからんけどね。うん。じゃあ、文人木とかには向いてるかもしれない。そうですね、うん、墓に近いしね、はい、違うやつ。なんかちょっと違う、コトブキっぽいけど柔らかい見た目、コトブキですね。うまかな。あ、まあ、幹もなんか、へぇ、赤松っぽい幹してますね。ベロベロっと剥がれて中赤くてね。面白いですね。こんなのあるんだ。集まってくる、集まってくる、うん、すごい。時期的にはいつ2月についてるんですか、うん、そう、うん、2月に一気に、じゃ何百何千、そう継ぐんですか。今年はもうものすごく枯れた、夏の暑さで。夏でね、うん、水管理が悪いのか病気かなと思ったけど、うん、暑さやろな、ね、ものすごく枯れた、うん、単純に暑いだけっていう、うんうんうん、逆にね、愛好家の人たちはプロがね、枯らしちゃうっていうのを聞いたら、うん、安心するんじゃないですか。あ、うん、そっか。今年は異常だったわな。今年はでもすごかったですね。生産者はみんなよく枯れたよ、うん、今年はね。僕のイメージとしては夏がやっぱ枯れやすいんですけど、プロが枯らす時って多分水が多すぎるんかなとは思うんですよね。なるほど。水が足らんってことはまずなかなかね、ありえん。なかなかない。そうですね。思ったより多すぎたんかなっていう。うちもやっぱ夏枯らすんですよ、うんうん、剪定厳しくしたことがね。ああ、そんなのあるわな。上とバランスがな。そう、根はしっかりやるのに上を切りすぎて水が多すぎて枯れるみたいな。あ、切り込むときにな。 そう、そんな用あるな、ね、田んぼでは。今日はね、あの、まあ、継ぎ木というか、まあ、苗木いっぱいしていただいてる綾田さん、綾田良松園さんにお邪魔させていただきました。ありがとうございました。はい、まあ、なかなかあの春とかね、2月から4月あたりはかなりお忙しいんで、その時期を外してまた置いてください。で、またあの高松盆栽の里フェスタ2023、10月28日土曜日と29日日曜日で朝9時から夕方4時までやってますんで、まあ、そちらもぜひぜひお越しくださいませ。はい、よろしくお願いします。今日見た商品も そうですね ありますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあおしまい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これ完成したら良さそうですね。高井さんがものすごく気に入った。やっぱりなんかそんな感じ。これを引っ張ってね、はいはい、畳はいはい、そうね、ああ、うん、この辺にするかな。この辺でこういうのからけどな。ここの曲がりをな。ここも畳む？そこ畳む。それを畳むよ。ほら、こんもなるけんして。この辺気に入った。ああ。
こういうやつかこんなんですね。そうそうそう、好みは大体。意外とないですね。クラバー独特みたいで。この家々で模様があったり。そうそう、なんかようわからんけど、うん。なんか特に相田さんちちょっとおしゃれにしてますね。それはこういう左官さんがしてくれたんや。青の、大体青の線のぐっとこぐらいですけど、あの窓枠までしてね。ああ、ほんまやな。これはこの辺の大工さんがこういうのすごくやる感じ。酒屋さんがやってくれたんやな。確かに前来た時にも思ったんですよ。なんか模様いっぱい入ってるなって。そうそう、もうお任せやけんな。そんなに注文せんけんの。これそういうもんだ。そうそうそう。気づいたら増えてるみたいな。そうそう、綺麗に仕上げてくれるんでの、お任せや。こんなしてくれとは言うち言わんわ。酒屋さんがな、勝手にしてくれる。勝手にする。うん、まあ綺麗だから、うん、結構手間かけてますね。